FM 周波数 88.7 メガヘルツ、こちらはラジオ川越です。ラジオ川越はレディモというアプリでお聞きいただけるほか、インターネットサイマルラジオ JCBA でもご視聴いただけます。24653、森内正代のオールナイト川越、火曜日26時から27時、1時間の放送、ミュージカル情報をお届けします。森内正代のオールナイト川越。こんばんは、ミュージカル俳優の森内正代です。本日6月29日の26時、はい、1時間27時までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。だんだんと暑くなったり、また雨で寒くなったりと気温差が激しいですね。皆様風邪ひかないように体調お気をつけください。そして冒頭ですが、なんと発表があります。この夏に2回目のソロライブを行うことになりました。ふーということで、今回のソロライブの内容は、夏だあの時代の熱い名曲ライブと題しましてですね、ミュージカル俳優森内正代が昭和の名曲を歌うライブパフォーマンスとなっております。時期ですね、2021年の7月25日日曜日、会場が17時半、そして開演が18時ですね。これ開演のね、上演する時間に関しては、まあ1時間半から行って2時間、まあ2時間やれるのかなって感じですね。でございますが、そのぐらいを目指しております。はい、チケットはですね、一般の方が3500円、ファンクラブ会員の方が500円引きの3000円ですね。それにプラスワンドリンク500円を一緒にお支払いいただく形でございます。今回のライブの場所は、JR 横須賀線の新川崎駅から徒歩15分ほどのところにあります、クレッシェンドというカフェ&バーでございますね。はい、今回のライブグッズあり、来場者特典あり、そしてまあ配信もね、やっていけたらと思っておりますので、もし会場に来れない方がいらっしゃいましたら、配信の方でご検討いただければと思います。このチケットの予約の受付開始なんですが、ファンクラブ会員の皆様は1日早い6月30日の12時から開始でございます。そして一般の皆様は7月の1日の12時からチケット予約受付開始となっております。こちらがね、クレッシェンドさんがね、とても素敵な場所なんですけれども、小さな会場となりますので、客席がね、10名前後ぐらいしかご用意できない予定となっております。集客とか人数とか、多分 50% じゃなくてもいいんだとは思うんですけれども、その時期、まあでもそれはコロナ対策として、きっちり やりながらライブをやりたいなという思いが僕の方にありますので、定員の 50%、 それがまあ10名前後という人数になっておりますので、その人数会場に来ていただいて、ね、もしチケット取れなかったりとか、その時に会場に行けないよ、時間がないよって方はですね、アーカイブも残す配信もやる予定でございますので、そちらもご検討いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあで、皆さんちょっと気になってる方もいると思いますけれども、冒頭でね、なんか F1 周波数ってなんか言ってたの分かりました？あれね、我々がね、こうラジオ川越と我が番組の宣伝をですね、勝手に作ってみました。はい、なんかね、こんな感じでね、ちょっとラジオのね、中身と言いますか、皆さんが飽きないで楽しめるように、こうクリエイティブしていかなきゃいけないなって思ってるところでございましたので、こういう形でいろいろと新しいことを試みていきたいなと思っております。でね、またね、うちの番組だけでなく、ラジオ川越スポンサーを探しておりますので、こういった形でそこの会社さんのいいところをですね、宣伝していけたりとか、その宣伝をどうやって作っていくかとか、一緒にクリエイティブできたりしますので、そういったことに興味がある方はぜひ、森内正代のオールナイト川越ツイッターに直接 DM いただければ、こちらでいかようにも広げていくことができますので、興味があるなって方はぜひご連絡をお待ちしております。
そしてね、冒頭だけじゃなくて今回は各コーナーの頭に、まだ試行錯誤中ですが、コーナージングルみたいなものを作ってみました。お聞き、ラジオずっとお聞きいただけるとね、コーナーコーナー、箇所箇所に聞いたことないような音楽とともに、聞いたことないような正代の歌声が聞こえてくると思いますので、そちらもぜひ、楽しみにラジオ聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ということで最近ね、まあ、先週かな、初めて生放送に行ってまいりました。あのゆきこさんのね、天上げ、夜活天上げでございますね、の番組に、まあ、ミュージカル俳優として、そしてラジオパーソナリティを持っている正代としてもゲストとして呼んでいただいてきました、呼んでいただきました。でね、これラジオ生放送初めてだって僕その時バンバン言ってたんですけれども、初めてではなかったです、すいません。ただ、こうやって一人のゲストとして一人のパーソナリティの方と二人で喋るという形は完全初めてです。昔ね、三人の MC のところに5人ぐらいで行ったうちのゲストのうちの一人みたいなことはあったんですけれども、こうやってね、ちゃんと、まあ、その時に責任がなかったとは言いませんが、その時よりも責任重大じゃないですか。僕が喋れなくなったら、ゆきこさん困っちゃうからね。そんな状況でラジオを生放送で撮らせていただくというのが初めてだったんですけれども、まあ、今回のね、冒頭の FM 周波数ってやつは、これはですね、その ゆきこさんとのコラボレーションといいますか、ゲストで呼んでいただいた時に、正代さんの紹介より前に、ゆきこさんの方でやられてるこのラジオ川越と、ゆきこさんの火曜日のこの時間はゆきこがお送りしますみたいな形の文章を正代さんなりに言ってみませんかと無茶ぶりをしていただきまして、もう僕はもう心臓が口から飛び出そうなぐらいバクバクしながら言わせていただいて、だからその後僕の紹介していただけてたんですけど、僕はバクバクで何を言ってもらってるかちょっとあんま覚えてないんですよね。心臓がドキドキすぎて、あんな久しぶりに心拍数を感じましたね。いいですね、刺激があるっちゃありますけど、ああいう刺激のもらい方は少なかったから、ちょっと久々に、なんでしょうね、終わった後は記憶が残らないという反動に陥りましたけれども、楽しかったなと思います。まあ、ゆきこさんはもともと僕が参加していたライブにお客さんとして見に来ていただいてて、で、僕がピピンを好きだという話はそのライブでしていたら、トークで、それでゆきこさんもピピン好きだということで、そのお話があって、多分ね、ありがとうございましたって言ってる時に話しかけていただいて話してるんですよ、ゆきこさんは。で、ラジオ川越に初めて行かせていただいて、このオールナイト川越の番組持たせていただくって話の時に、今ちょうどミュージカル好きなパーソナリティの方が来てらっしゃいますよみたいな形で紹介していただいたのがゆきこさんで、僕どっかで見たことあるんだけどなと思いながらで話していく上で、あのライブのあの時にお話ししてるんだみたいな形になって、で、そういった関係といいますか、一回話したぐらいだったんですけれども、でも SNS とかではなんか見たりとかしていて、Facebook とかね、ラジオパーソナリティとか、あのゆきこさんって僕の方でもつながりまして、で、何かこうゆきこさんは見る側といいますか、舞台を見る側で好きな方で、僕はやる側で好きな人間ということで、この立ち位置でお互いパーソナリティを持っている者同士で、これは面白いことできるんじゃないかって、その時にこう話が広がってたんですね。で、今回、ラジオ、天上げ夜活の方に呼んでいただいて、その念が叶ったという放送でございました。とてもね、たくさんの人に反響いただけて、あ、やっぱり面白いんだろう。僕も話していてとても面白かったですし、時間足らないし、あんまりにマニアックな話に行くとお客さんを置いていくことも分かったし。すいませんね、ピピンの話と、ピピンが好きという時点で、ま、もはや皆さんピピンというミュージカル知らない方もいらっしゃると思うんです。ミュージカル好きの方でも。そう。その中の、またコアな話とか、前田ビバリさんの話とかになると、もう僕はもうとんでもない方向に行きそうなのをゆきこさんに制御してもらいながら話できたんですけれど、もまあ楽しかったですね。ああいう見る側のあのラブとミュージカル愛と、やる側のミュージカル愛で話すといろいろ新しい会話がね、やる側だけ同士の会話も面白いとは思いますけれども、まあ、そういう関係でお話ができるとどんどんとね広がっていきますよね。なんかいろいろそういう機会がもっともっとあったらいいななんて思っております。はい、楽しかったです。ゆうこさん、ありがとうございました。また呼んでいただけるように頑張っていきたいと思います。
まあということで、そんな生放送があってドキドキした話があったり、最近ね、全然個人的なことなんですけれども、トランポランドに行ってまいりました。皆さんトランポランドってご存知ですか？埼玉のね、新座市と、あとは板橋の方とかにもあって、また他にもあるらしいんですけれども、その新座市の方がでっかくて、そこに行ってみたんですよ。まあ事務所が近いっていうのもあって。で、そこに行ってトランポリンがめっちゃいろんな種類があって、背中から落ちて壁登るやつとか、飛び込めるタイプとかね。そう。あとは、走れたりとか、走れるの、トランポリンで走ると、ほんととんでもなく足回る。全然関係ない話かもしれない。昔、鳥取砂丘行ったことがあって、鳥取砂丘って一番奥にものすごい登らなきゃいけない砂丘があって、で、そこ降りたら海なんですよ。で、そこのね、海に降りる人は、まあ、いないんですよ。なんでかって、登ってこれないから。登って帰ってくるには、あまりにしんどい距離だから。でも僕ら、スキーの旅公演中に行ったんで、みんな若いというかもう、イケイケじゃないですか、体力的に。だから、うわーって降りた時の足が、昔の漫画でいうクルクルがついてるような状態になるわけで、上半身全くブレずに足だけクルクル回るみたいな。その時のことを思い出したのね。トランポリンで走るって。自分の思った以上の浮力といいますか、パワーがついちゃうから、足回さないとこけるんですよ、前に。だからね そんなことを思い出しながら、いや、これはこの年になったら、この年になったらってまだまだ若いと思うんですけれども、32歳ですよ。まあ、思いながらね。あとね、なんかね、そこのトランポランドさんが、5級、4級、3級、2級、1級って、例えば膝落ちとか腰落ちとか腹落ちとかそういうものを10個連続でできたらあなた5級です4級ですみたいなやつがあって、それをね出してもらってね、いやー、あれはね、時間足りないね。1時間やったんですけれども、全然、あと1時間やりたかったけど、体力的には、うん、この、もうちょっといけるぐらいで終えた方が今はいいだろうなっていう、ちょっとその辺は思考が大人になってました。やりきるだけやりきるわけじゃなかったんで、さすがだなと自分でも思ったんですけれども。まあ、それをやって、僕は見事に4級までクリアしました。だから次また行くときにはもう3級から1級全部、クリアしようかなと。いろんなトランポリンあるんですけど、浮気せずにもうそれを極めるだけにトランポランド行こうかなって思っております。皆さんもね、トランポランド、トランポリンね、めちゃくちゃ運動になりますからね、日頃の運動不足解消にはとてもいいので、ぜひ行ってみてほしいなって思っておりますよ。まあ、こんな感じでなかなか話してますけれどもね。じゃあ、早速、続いてのコーナーに行ってみようかね。はい、コーナージングル来ますよ。では、続いてはこちらです。埼玉県のエンタメ情報、今週1週間の気になる様々なジャンルの情報をお届けします。ジェリクルソン、ジェリクルキャップ。はい、ということで埼玉県のエンタメ情報をお伝えいたします。事前収録ですので、チケット状況や上演については公式サイトでご確認ください。よろしくお願いいたします。本日は3つございますので紹介させていただきます。まずは7月3日土曜日15時半開演で、小倉慶ファイナルコンサートツアー余生もういいかいが戸田市文化会館ホールにて公演されます。小倉慶さんは1971年のデビューの歌手、フォークシンガーさんですね。名だたる有名歌手にも楽曲を提供しております。シクラメンの香り、布施明さん、愛さんさん、美空ひばりさん、夢芝居、梅沢富美男さんなど他多数。そして日本勧業銀行、現在のみずほ銀行で銀行マンとして証券部証券企画次長、浜松支店長、本店財務サービス部長などを歴任する傍らで音楽活動を行い、ヒット曲をたくさん作っていました。またノースウェスタン大学留学やメリル・リンチ証券派遣など米国滞在を経験しているそうです。1993年銀行を退職すると、音楽活動の一方で母校の東京大学法学部に学士入学、さらに文学部とその大学院でも学び、2000年に修士号を習得した現在77歳でございます。もうすごいよね、とんでもない偉人な感じ、教科書に出てきそうな偉人だよね。すごいね。興味がある方はぜひ行ってみてください。ファイナルコンサートツアーですよ。ファイナルですよ。はい、続きまして7月3日土曜日17時半開演、
財津和夫コンサート2021 with 姫野達也 All is Well がウエスタ川越にて公演されます。サボテンの花などの曲で有名なチューリップのリーダーです。2004年から大阪芸術大学芸術学部演奏学科教授をされているそうです。すごいですね。僕は在学中にはもういらっしゃったということですね。和製ポール・マッカートニーと呼ばれる日本のメロディーメーカーでございます。興味がある方はぜひ行ってみてください。7月4日日曜日17時開演でイルカ50周年アニバーサリーコンサートほのぼの行こうねが桶川市民ホールにて公演されます。名残雪で有名なイルカさんの50周年のコンサートです。ほのぼの見に行ってください。ということで埼玉県内のエンタメ情報は小さいものから大きいものまで何でもご紹介していきます。エンタメ情報も随時募集しておりますのでお便りのフォームからぜひ教えてくださいね。よろしくお願いいたします。ではでは続いてのコーナーはこちらです。お便りのコーナー、すげえお便りだぜ。お便りのコーナー、いつもありがとね。はい、ということで今回もたくさんのお便りをいただきましたので、中からえりすぐりのお便りを読んでいこうと思います。森内初代のオールナイト川越公式ツイッターにてお便りや質問、リクエストを随時募集しております。専用フォームやツイッターの DM にてお送りください。募集ツイートへのリプライでもハッシュタグを使っての投稿でも OK です。ハッシュタグ森内初代のオールナイト川越をつけてツイートしてください。オールナイト川越はカタカナでよろしくお願いします。詳しくは公式ツイッターにてご覧ください。今回募集したお題は劇場や客席でのエピソードと感激あるあるです。前回のお題愛してやまないミュージカルも引き続き募集いたしますので、どしどしお便りを送ってください。よろしくお願いします。それではお便り読んでいきましょう。初代くんこんばんは。こんばんは。先日の島田加穂さんのコンサートお邪魔しました。 ありがとうございます。内容盛りだくさんで一夜限りなのがもったいない。見れなかった人のためにも再演があればなぁと本当に残念です。正代くんが想像以上に大活躍でマスクの下で一人ニヤニヤと笑ってました。具体的に書いていいかわからないから、ぜひ正代くんから皆さんへお話しくださいね。オリジナルミニミュージカルはブラックユーモアたっぷりで、ああ現場ではこんな風にしんどい中お稽古が進んでいるんだろうなぁと複雑な気持ちで見てました。この分量を2週間でまとめ上げたのは、加穂さんとサポーターズのチームワークあってのことでしょうね。今回の瀬戸り、実際に見たミュージカルがほとんどだったので、予想以上に楽しめました。出演者から見た見どころ、聞きどころをぜひリスナーの皆さんへお話しして疑似体験させてくださいね。ライブ CD か円盤の発売ないかなーって密かに期待しつつ、また次の舞台も楽しみに待ってますね。ラジオネーム深川マダムさんからいただきました。深川マダムさん、ありがとうございますね。本当に一夜限りなのがもったいないよね。まあでも一夜限りだからこその覚悟で臨めるというのは、こう葛藤がありますか。舞台冥利には尽きるところもありますよね。これやる側の意見かもしれませんね。ただね、これやりたいよね。もう本当に全国各地でやりたい、ツアー回りたい。行く先々で1日休みのあるツアーにしませんか。あのね、ライオンキングじゃないわ、劇団四季のガンバの大冒険で僕全国ツアー回ったんですけれども、ところどころのスケジュールの関係でその地域で休みがあることがあるんですよ。いや、もうそれが僕にとってはもう締めたものと言いますか、その土地を巡る、なんでしょう、唯一の楽しみではないけど最高の楽しみだったんですよ。それしましょう、これで。みんなでいろんなとこ行ける、そうしたら。そしてね、私の想像以上の大活躍、ありがとうございます。嬉しかったですね。あんだけいろんなことさせていただけて、超楽しかった。やっぱね、できる分量が増えれば増えるほど舞台は楽しくなりますからね。はい。役には大小、関係ないとは思いますが、やっぱやれることが多ければ多いほど増えていきますからね。それは楽しい以外の何者ではないです。はい。で、現場ではね、さすがにね、毎日 PCR 検査はやってないとは思いますけれども、そこまではないと思いますけれども、そうなんですよ。ミニミュージカルやってね、その内容が、島田加穂先生率いる生徒たちが初舞台を踏むと、そのための稽古場という設定で、いろいろと、このコロナ禍、
どうやって稽古を作って、どうやって舞台進行が進んでいくのか、そういった内容のミニミュージカルでね。なんかね、リアルな部分もあるはありますよね。やっぱマスクつけてると苦しいとかね、飲食しない方がコロナ対策になるとか、そういったなんか半リアルであんな感じで我々も稽古しておりますよ。その辺はね、また見ていただけた方は分かってもらえますし、見ていただけない方でも容易に想像つくようなね、マスクで踊って歌ったら苦しいというね皆さんもよかったらマスクで100メートル走してみてください。死んじゃうからあね、そういった訓練も積みながら、なんかよりね、コロナ禍が終わったら俳優強くなってるんじゃないかなって思いますけどね。はい。ということでね、しかも今回ね、島田佳穂さんが出られた、ミュージカルの作品のナンバーとか多くてね、メリーポピンズの2ペンスを鳩にとか、それこそ、オンマイオンだったりとか、はい、最高でしたよ。またね、このね、聞きどころね、やっぱりね、あれが良かったと思います。山崎育三郎さんも加穂さんもサポーターズも島健さんもバンドメンバーもみんな舞台上にいた民衆の歌ですね。民衆の歌が、いや歌ってても最高だったと思います。客席と一体になって、んで最後の大サビ転調したところで音楽がパチッと止まって、会場の足踏み拍手と歌声とだけがオーチャードホール中に響いて、また転調じゃないの、またそこから音楽が復活してハーモニーになって最後まで行く、気持ちよかったね。1年ちょっと待ってよかった。本当にあれは最高の聴きどころで最高の歌いどころでございましたよ。はい、またやられるといいね。本当にこれね、一回じゃもったいないもんね。はい、深川マダムさんありがとうございます。そんな深川マダムさんから曲のリクエストもいただきました。ありがとう。レミゼラブルのオンマイオンをお聴きいただきます。島田佳穂さんのオンマイオンと言っていただいたのでご用意しました。はい、レミゼラブルの説明を少し。現在帝国劇場で上演中の大人気ミュージカルでございます。主人公ジャン・バルジャンは妹の子供のためにパンを一つ盗んだ罪で19年間収監されていたが、仮釈放を言い渡されます。その後に出会った司教様の寛大さに心打たれ、新しい人生を歩むことを決意します。そこから出会う人々との交流やフランス革命、そしてジャン・バルジャンの生涯を描いた作品となっております。オンマイオンはジャン・バルジャンが引き取った少女コゼットと幼少期に一緒に過ごしていた女の子エポニーヌが成長し歌う失恋ソングとなっております。それではお聴きください。オンマイオン。レミゼラブルよりオンマイオンをお聴きいただきました。なんだろう、カホさんのコンサートやった後にこれを聞いたからかもしれませんが、ちょっとやっぱ声がお若い。何年前？94年？ってことは、30年前ぐらい？いやー、すごー。やっぱすごいですね。教授よかった。出会えてよかった。はい、では次のお便り行ってみましょう。こんばんは、こんばんは。感激エピソードはないのですが、ミュージカル愛をありがとうございます。愛してやまないミュージカルはアニーです。アニーのオーディションのドキュメントを見てから感激に行くと絶対に泣きます。最初の孤児院の子供たちのモップダンスも可愛いし、全体を通して可愛いと感動が繰り返し押し寄せてきます。2幕の初めで孤児の心配性なキャラクターの子が机の上で歌い出すんです。アニーだけではなく、孤児院の子供たちも成長してるんだなと思うと涙が止まりません。この文章を書きながらも泣けてきます。読みながら泣けてきます。そしてアニー出演者が大人になっていくのを見るのも笑顔が止まらなくなります。小さな子供を応援し始めると、その先ずっと成長を見ることができて、応援し続けることができて、とても楽しい反面、学業専念などで俳優を辞めてしまう子も多く、寂しい部分もあります。私は子供がいないので、他人の子供の成長を見て、密かに応援しています。大人になって大人の役を演じるのを見るのは、本当に嬉しいものですよ。ラジオネームハリコさんからいただきました。ハリコさん、ありがとうございます。今、なんだっけ、ドラゴン桜やってるじゃないですか。あれ加藤清史郎くん出てるよね。あれの感覚だよね、僕らで言うね。すごいよね、やっぱあのレミゼとかも出てるしね、子役としてね。だからこれからで言うと福くんがもっと大人になっていったりとかね。
楽しいのよね。だから業界を続けてくれてるっていうこと自体にもはや感謝が生まれてくるよね。で、頑張ってほしいよね。共に僕も頑張って、そういう方とね、出会ってね、子供の頃からやってる。だから、いるわけですよ。やっぱり、天才テレビくんで子役で出てて、俺見てた子が式で同期だったりするわけです。もうちょっとびっくりしたね。オハガールグレープ。ってなったもん。ちょっと、なんでしょうね。しかも、その子が今もういろんな舞台で引っ張りだこになって、常に出てるんですよ。その子の頑張りに、僕も続けや。はい、追い越せや、追いつけ追い越せやで頑張っております。はい、ということで次のエピソード行ってみましょう。こんばんは。こんばんは。劇場でのエピソードなのですが、私は一つの作品は何度も見に行くわけではないのに、2作品連続で同じ友人に劇場で偶然会いました。劇場で会う前までは会えば話す程度の職場の同僚だったので、劇場にミュージカルを見に行くのも知らなくて、劇場のグッズ売り場を見ていたら同僚に話しかけられてびっくり。それが1回目。見た作品はサイゴンでした。はい。そして私にとってはその感激ぶりに見た別の作品、そして別の劇場、職場で会っても次はいつ行くとか何見に行くとかいう話はしていなくて、会ってもびっくりしたよねという感じで話が終わっていたのですが、2回目に会った時は2人とも膝が床につくくらい驚いて爆笑し合いました。その時に見た作品はマイフェアレディでした。それ以来その子と一緒に観劇に行くようになって、職場のランチタイムは食堂でミュージカル談義に花を咲かせ、好きな作品をおすすめし合って、お互いにそんなに頻繁に観劇に行くタイプではなかったのですが、ミュージカル仲間ができてしまったので話が弾むと観劇回数も膨れ上がっていきます。私は悪友だと思ってます。今までミュージカルはコアな趣味だと思っていたので、お友達も少なくて趣味を共有できるなんて思ってもいなかったので、ミュージカルのおかげでこれからも仲良くできる友人ができてとっても嬉しいです。これは感激の神様が合わせてくれたんだねってよく話しています。ラジオネームタンポポさんからいただきました。いやー、神様いた。神様が引き合わせてくれた。このね、このタンポポさんのお便りを読むとね、体がゾワってしますね。なんか幸福を分けてもらった感じの話だね。めちゃくちゃ素敵。いいですね。またね、ミュージカルがね、まだね、ちょっとコアな趣味のうちの一種ですよね。でもね、お友達ができるとね、感激回数増えるよね。演者で好きな人が増えるとね、また増えるんですよ。もうね。もう、最大限。ミュージカルの世界をね、楽しんでいただいて、また、悪友増やしていただいてね、で、応援する俳優さんも増やして、たくさん楽しい世界を広げていっていただければ、その中に私も入れていただければ嬉しいでございますよ。頑張っていきますね。応援してもらえるように。はい。タンポポさん、素敵な悪友との感激ライフを楽しんでください。ということで、次の便り行ってみましょう。初代さん、こんばんは。こんばんは。ソロライブ第2弾おめでとうございます。パチパチ、ありがとうございます。頑張りますね。私は配信組になりそうなので、続報をお待ちしております。あ、ありがとうございます。ね、配信の方もグッズ販売しますので、ぜひ、検討ください。さて、感激あるあるですが、私の場合は現地での出来事ではないのですが、感激1週間前くらいから、入り口で、あれ？これ先週の公演のチケットですよ、と言われる夢。寝過ごして開演10分前に目が覚める夢。盛大に電車の乗り換えを間違えて隣の駅の県まで行ってしまっている夢などをよく見ます。楽しみすぎて脳がオーバーヒートしているのかもしれません。あとは楽しみすぎて急ぐあまり開演の2時間くらい前に現地に着いてしまって、劇場前の無人の風景の写真を撮ったりするのが好きです。先日ライオンキングを見に行った時は階段前にチェーンがしてあって、まだパネルに日付が入ってなかったので、その状態を撮ったりして楽しんでいました。周りにミュージカル好きな人が少ないので、自分が普通なのかどうかわかりませんが、最寄り駅から劇場まで歩いている時とか、幕が上がった直後とかに感極まって泣いてることが多いですね。なんとなく泣くタイミングが人と違う気がするけど、よくわかりません。皆さんどういう時に感動の涙を流すんでしょうか。ラジオネームゆりさんからいただきました。ゆりさん、ありがとうございます。
わあ、素敵。このゆりさんの気持ちわかるなあ。でもあの、この見る夢は、悪夢は、僕らと一緒ですね。プロと一緒だね。よく、本当に、寝起き、パジャマのまんま、すごい、共演者に引っ張って、舞台に上げられてしまい、俺パジャマだけど、みたいな。これどうすんの?みたいなところで夢が終わったりとかね。大遅刻する夢とかね。ほんと、いや、急がなきゃいけないのに、信号のど真ん中走ってたら、走ってるのに全然前進まない夢とか、気持ちばっか焦っていくとかね、ほんとね、奈落に落ちるとかね、オケピンに落ちるとか、そういう夢見るんですよ。僕は意外と夢見ない方で、あんまり悪夢見ないけどね、そういう話たくさん聞きますね。もうだから、感激のプロフェッショナルってことだよね、きっとね。で、僕もね、もう今ではさすがにね、いっぱい感激してきたから、あんまりその新鮮さはね、少し失われてしまってる部分はありますけども、今日のね、開演2時間前くらいに現地に行くとかわかるな。劇場に行くときとか、僕はちょっとゆりさんと違うかもしれないけど、もう、この劇場に行ってる間には、俳優が、メイクして、スタンバイしてるんだろうな、とか思うと、とてもね、それをね、勝手に想像すると感動してたんですよ。で、演者始めて、学生時代の頃とか、あと本番、だから劇団四季の研究生とかになった時には、夜ね、18時ぐらいとか、昼間13時ぐらいとかに、ああ、今この瞬間に本番をしている役者さんが、何十万人、何百万人っているのかなっていうことを想像しただけで、もう苦しいぐらいやりたくなったんですよ、本番を。なんかね、あの時、あれはね、苦しさも入ってる。もう自分が本番踏みたくて仕方ないというか、羨ましすぎて仕方ないみたいな。でもね、そのワクワク感はね、ちょっとこの話を聞いてね、似たものを感じるなと。なんかね、楽しいんですよね。もう関わるすべての時間、考えてるすべての時間がね、至福になるんですよ。もうゆりさん、この新鮮な気持ちをあと10年先20年先と持ちながら感激続けていただけたらなと思います。だからね、逆にね、感激しすぎるとね、こういうのを失われたりしますからね、いいバランスでね、楽しみ方を大事にしながら、たくさん感激してほしいなと思います。では、あ、そんなゆりさんからもね、曲のリクエストいただいておりますね。ありがとうございます。ライオンキングより覚悟しろをお聴きいただきます。一回前方でもいいけど、ハイエナダンスを堪能したいときは二階席と決めていますといただいておりますね。そうなんだ。二階席の方がハイエナダンスがちゃんと見れるんだね。なるほどね。陣形とかも見れるからかな。はい、ということで、ライオンキングは劇団四季でも上演されている大人気ミュージカルです。ライオンの王様ムファサの息子、シンバの成長物語。覚悟しろはムファサの弟スカーが自分が王様になるために悪事を画策し、ハイエナたちと共にプライドランドを乗っ取るために歌う楽曲です。めちゃイケでナインティナインの岡村さんが踊ったハイエナダンスもこの曲でございます。それではお聴きください。覚悟しろ、どうぞ。ライオンキングより覚悟しろをお聞きいただきました。いいですね、かわいい。後ろのハイエナがかわいいですよ。うまい食い物毎日食いたい、へっ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 、動きかわいいんでよく見てください。はい、そしてゆりさんからは、やってみてほしい YouTube 企画の欄にハイエナダンス踊ってみたを見たいですと送っていただきました。ハイエナダンスね、激しいのよ。僕はね、もともと踊るダンサー枠ではなかったんですよ。ライオンキング出てたんですけども。でも、先輩が腰を痛めてしまって、当たり稽古で、他の新人入れるときに、正代がそのときに代わりにやってみるかって言われて、まあ一応、いつでもできるようにスタンバイしてるんで、やりますって言ってやったら、うん、じゃあ今日は先輩腰痛いし、正代行こうかっていう形で僕がやりました。で、それがね、一週間やって、また先輩出られて、またエマージェンシータイで一週間で、三週間ぐらい合計踊ったのかな。あれはね、貴重な経験でしたよ。やっぱライオンキング出てるからにはハイエナダンス踊ったと言いたいじゃないですか。言えるようになりました、おかげさまで。いや、楽しかったけど、あれ、ハイエナの被り物してたりするんで、視界がね、なかなか少ないんですよ。で、狭い中で5人でフォーメーション取って踊らなきゃいけなかったりするんで、あれはね、なかなかにね、匠がやる技でございましたね。でもね、あの時のね、写真とか撮ってるからね、すっごいね、思い出すとね、楽しい気持ちになりますね。いつか、ハイエナダンス踊ってみたい、やってみたいと思います。
はい、改めまして今回募集したお題は劇場や客席でのエピソードと感激あるあるです。では続いてのお便り行ってみましょう。正代さん、はい、私のエピソードを聞いてください。劇場には神聖な空気が流れてると思うんです。嫌なことがあっても落ち込んでいても劇場の近くを通るだけで回復します。感激だと嫌なことなんて忘れてしまうくらいには最高な気持ちになります。どうしても感激に行かれないときは大好きなミュージカルの CD を聴きまくって脳内で再演させます。私のパワースポットは神社より帝国劇場や日生劇場、四季劇場です。ラジオネームマシュマロマロンさんからいただきました。マシュマロマロンさん、ありがとうございます。いいね、やっぱ劇場っていうのは神聖なんですよ。時間を作ってお金を払ってわざわざそこに出向く、そこにはもうその舞台への愛を持ってる人しか集まらないという、そういったとても素敵な空間が何年も何年も積み重なるともうもはや通るだけでパワースポットなの。もうマシュマロマロンさんの言う通り、本当もう疲れた時は劇場の横通ってください。はい、美味しいもの、その周りにある美味しいもの食べに行く、もうそれだけで癒されると思いますから。はい、ご神木に行くか劇場に行って美味しいものを食べるか感激するか、はい、癒されに行ってください。マシュマロマロンさん、続けてね、いいですね、その価値観をみんなに広めていきましょう。ではでは次のお便り行ってみましょう。こんばんは。こんばんは。生放送聞きました。わ、ありがとうございます。嬉しい。ミュージカルはあまり見たことないのですが、ゆきこさんのラジオで正代さんを知り、ミュージカルも気になる程度だったので見に行きたい思いがましましです。わ、私は川越に住んでいるので、都内に観劇に行くのが少し遠いなと感じるのであまりエピソードはないのですが、この間ウエスタ川越で上演された屋根の上のバイオリン弾きを見ました。屋根の上のバイオリン弾きは初めて見たのですがとても感動しました。その時に後ろの席のお客さんが作品の見どころを話していて、それを聞いていたので初見なのに初見な気がしませんでした。うまかったのかな。今度何か見に行くときはあらすじを見てから行こうと思いました。見たことのある作品が増えれば増えるほど感激に行く楽しみが増えるんだろうなと思いました。正代さんが出演する作品も見に行きたいと思ったので今後の活動を楽しみにしていますね。はい、ラジオネーム鳥越さんからいただきました。鳥越さん、ありがとうございます。なあ、嬉しいじゃねえか鳥越さん、そんなこと言ってくれて。もうね、感激し始めっていうのはミュージカルの良さを知ってしまった鳥越さんはここからとりあえず3年間はもう新鮮な気持ちでミュージカル見れるでしょう。最高だと思います。やっぱ伸びしろがある人ほどね、ミュージカルの魅力、沼にはねハマっていくんですよ。どんどんズブズブハマっちゃってください。またね、僕もね、来年の頭ぐらいには一つ大きな舞台が決まっております。それはぜひ鳥越さんにも見てほしい作品ですので、なんかツイッターとか SNS でなんか僕の状況だったり逐一確認していただければ嬉しいななんて思っておりますよ。いや、一緒に楽しい舞台ライフ、ミュージカルライフ作っていきましょう。これからもよろしくお願いいたします。まあ嬉しいね、嬉しいね。もうこうやってコメント、こういうこと言っていただけるだけで、なんでしょうね、ゆっこさんとコラボできてよかったなって思いますし、一つでも輪が広がっていくこと、この瞬間が一つ僕のモチベーションになっております。皆さんもいろんな知らない人にミュージカルの魅力たくさん届けていきましょう。では続いてのお便りいきます。正代さん、こんばんは。こんばんは。先日のミュージカル愛のお題の時に送りそびれちゃったのですが、継続して募集してくれると聞いて嬉しくなって書き始めました。うん、ありがとうございます。私が大好きなミュージカル作品はヘアスプレーです。ミュージカル映画を見て大好きになりました。もともとはハイスクールミュージカルが大好きで、ザックエフロンが出ていると聞いてヘアスプレーを見たのですが、まずコーニー・コリンズ賞でリンクが紹介された直後はかっこよすぎてトレイシーやペニーと一緒にキャーと言ってしまってからが沼です。日本での上演がなくなってしまって本当に残念ですが、いつか上演するときは絶対に見に行きたいと思っています。その時は正代さんも出演するといいなぁ。ラジオネームサマンサさんからいただきました。サマンサさん、ありがとう。ねえ、ヘアスプレーは出たいよ。僕得意分野だから、ああいうダンスめちゃくちゃ得意なのよ。で、好きなのよ、あの世界が。出たいね。でね、コーニー・コリンズ賞っていうのは
主人公のぽっちゃり系女子がトレイシーというキャラクターで、そのトレイシーの親友が細身のペニーという子ですね。で、その二人が学校終わりに、もうその地元では超有名なダンス TV ショー、コーニー・コリンズショーというのがあって、で、そこの一番のイケメン、一番のスターのリンクという男の人がいるんですね。それがザック・エフロン演じるリンクですね。で、そのリンクが、それぞれのね、キャラクター、そのコーニー・コリンズショーに出てるダンサーさんが一人ずつこう、抜けながら紹介していくんですよ、リズムに合わせて。で、最後に、エンダーイン、タカ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 タ、リンクとしてるわけですね。このリンクで、キャーってなったでしょうね。あのリンクで、テレビの前にいるトレイシーも、ペニーも、サマンサちゃんも、みんなでキャーってなったんだと思います。かっこいいんですよ。今で言うキムタクかな？キムタクが、キムタクってやってるようなもんかな？違うか。はい、そのね、その、もう何の DVD を見ても、キャーってできる、もうキャーって言いたくなった時はヘアスプレー見てほしいですね。はい、そしてそんなサマンサさんより楽曲のリクエストもいただいております。ヘアスプレーより、The Nicest Kids in Town でございますね。ヘアスプレーは映画でも大人気のミュージカル作品。2020年にも日本で上演予定でした。これが中止になってしまいましたね、コロナ禍でね。はい。そうでございます。あ、もうさっき大体作品の説明はこんな感じですね。ぽっちゃり系女子がですね、コーニー・コリンズショーに出て一番のイケメンと一緒に踊ることを夢見て、うん、その中で展開していく物語ですね。そのトレイシーの母親役をやってるのがね、ジョン・トラボルタさんでございますね。はあ、めっちゃ、もうね、ジョン・トラボルタとは思えない、本当にお母さん。もうぜひ知らない方は見てほしい。よろしくお願いします。はい、ということで、さっきの公認コリンズショーのオープニングナンバーが紹介する The Nicest Kids in Town でございます。では、お聴きください。どうぞ。ヘアスプレーより The Nicest Kids in Town をお聴きいただきました。来ましたね。9、the rank でございますね。最高でした。はい、ということで、今回もたくさんのお便りをありがとうございました。お便りは森内正代のオールナイト川越公式 Twitter にて随時募集しております。森内正代のオールナイト川越の感想やお便り、楽曲のリクエストは専用フォームか、公式ツイッターへの DM、募集ツイートへのリプライ、ツイッターのハッシュタグでも募集しておりますので、ハッシュタグ、森内正代のオールナイト川越とつけてつぶやいてください。オールナイト川越はカタカナでお願いします。楽曲リクエストは本文に曲のタイトルと歌手名、もしミュージカルだったら曲名と作品名をお願いいたします。詳しくはツイッターに記載しておりますのでご覧ください。ツイッターでは活動情報や更新情報もつぶやいておりますので、ぜひチェックしてみてください。もう今回も本当にたくさんの愛のあるお便りをありがとうございました。本当に皆様のおかげで毎回楽しい放送になっております。これからもどしどしお便りの方お待ちしておりますので、お送りください。よろしくお願いいたします。では続いてはこちらのコーナーです。ミュージカル情報。それでは現在上演中のミュージカル作品情報をお伝えしていきたいと思います。事前収録ですので内容に変更があったり公演の状況が変わっている可能性があります。気になった方は公式サイトでご確認ください。四季劇場春アナと雪の女王ロングラン公演中、ついに始まりましたアナ雪、皆様ぜひ足をお運びください。最高とのお声が上がっております。四季劇場秋オペラ座の怪人ロングラン公演中、2022年1月10日に千秋楽を迎えます。四季劇場海アラジンロングラン公演中、帝国劇場ミュージカルレ・ミゼラブル7月26日まで公演中。そしてこれから公演されるミュージカル作品情報をお伝えします。有明四季劇場ライオンキング9月26日からロングラン公演予定。四季劇場夏での公演が6月12日にファイナルを迎え、劇場が変わって開幕します。新国立劇場中劇場ミュージカル日本の歴史7月6日から18日まで公演予定。東急シアターオーブジーザスクライストスーパースターインコンサート7月12日から27日まで公演予定。はい、先日 SNS で海外キャストが日本に来日したと、2週間の隔離期間を経て本番に臨みますと上がっておりました。
目黒パーシモンホール大ホールミュージカルピーターパン7月22日から8月1日まで公演予定ということで、直近のミュージカルの公演情報をご紹介させていただきました。事前収録ですので変更がある場合もございます。気になる方は作品の公式サイトをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ではここで僕自身の宣伝もさせていただきたいと思います。僕の YouTube チャンネル森内初代のエンターテインメントアカデミア、現在週に1回程度の更新をしております。でも確か先週か先々週1回飛ばしてしまった時はあったんですけれども、はい、これはおろそかになってるわけではないんですよ。これから始動する企画に時間を割いてて気づいたら週末という、こういうこともあります。人間失敗はあります。はい、今後ともたくさん動画を出していきたいと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そして冒頭に、宣伝させていただきましたが、来月の7月25日のライブの宣伝をここでもう一度させてください。夏だあの時代の熱い名曲ライブと題しまして、ミュージカル俳優森内正代が昭和の名曲を歌うライブパフォーマンス第1弾でございます。7月25日日曜日ですね、17時半開場18時開演でございます。場所はJR 横須賀線新川崎駅から徒歩15分ほどのところ、クレッシェンドというカフェバーでございます。チケットは一般が3500円、ファンクラブの会員の皆様は500円引きの3000円にプラスワンドリンク500円を一緒にお支払いいただきます。そこの会場はね、ワンドリンク以上のドリンクとフードもご用意しておりますので、そちらも一緒に楽しみたいという方はライブとともに飲食していただいて大丈夫でございます。そして今回なんとグッズ販売します。 T シャツと涼感マフラータオル、デザインは僕がさせていただきますので、今月中には出したいと思っております。あと来場者は特典が一つございますのでお楽しみに。そしてなんと会場限定ではなく配信もございます。コロナ怖くて劇場に来れない方、時間の都合で劇場に来られない方、少しアーカイブが残る配信もやる予定でございますので、ぜひともそちらの検討もよろしくお願いいたします。チケットの予約も配信の予約も、受付開始の時期がですね、一般の方が7月1日の12時から、そしてファンクラブ会員の方は1日早い6月30日の12時からとなっております。小さな会場で、客席はだいたい10名前後のご用意の予定ですので、早めのご予約をぜひよろしくお願いします。まあそんな感じで今回の放送も終わっていきますね。次回の放送は7月6日の26時から27時の放送です。次回以降のお便りも公式ツイッターにて募集しておりますので、ぜひお便りやリクエスト、エンタメ情報などお送りいただけると嬉しいです。お待ちしております。番組の感想はハッシュタグ森内正代のオールナイト川越を入れてツイートしてください。オールナイト川越はカタカナです。こっそり探しに行っていいねさせていただきます。詳しくは公式ツイッターにてご覧ください。それではまた次の放送も楽しいトーク満載でお送りしていきます。みんな次回もお楽しみに。この前ね、自転車走ったらね、急な雷雨に襲われてね、久々にびっちょびちょになったけどね、久々だったら楽しいもんですね。